はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は背中を正しく発達させる順序を間違うなということで、あなたは今背中のトレーニングどういう種目をやってますでしょうか。で、それは今現在あなたに合っているものか、そして今それが正しくできているかどうか、ここのところをね、もう一度見直してほしいんですね。基本的には僕が背中のトレーニングを指導していくときに、今まだトレーニングをしてない人に対してトレーニングを指導していくときに順序があります。一つが終わって、これができるようになったらその次、これができるようになったらその次、これができるようになったらその次という感じで、一つをクリアしなければ次はやっぱりできないんですね。それをこことここを飛び越して、まあこの辺一般的にやってるからやろうと言ってかじりついてしまうと、全然うまくできてなくて結果が出ないということになってしまいます。だからまず基本とするところを一つ目を押さえる、ここから始めてほしいんですね。これを今日は5段階に分けていきたいと思います。まずこの順序を正しくやっていかなければ背中の筋肉が正しくついてこないということになってしまうので、まあこの間違いをぜひ修正していただきたいと思っています。まず一つ目というのがダンベルの弁当バローです。これ僕はまずね、基本的に一番最初に教えます。ダンベルの弁当オーバーローというのは、まあこのダンベルを持ってありますけれども、この形からこういう形ですね。こういう形。これ一見パッと見た目でほとんどの人がダンベルをじゃあ横で上げるんだなっていうふうに思いますが、ダンベルを上げる運動ではないということ。まずここからスタートしてください。肩甲骨を寄せる。肩甲骨を寄せる。この運動なんですね。ダンベルと腕を引き上げる運動ではないということ。僕が今やってる感覚として腕を上げる感覚はほぼなくて、ほとんどここで固定してるつもりで、肩、肩甲骨、腕の付け根を真ん中に寄せてるだけ。真ん中に寄せてるだけ。真ん中に寄せるだけという感じなんですけど、まずはこのダンベルベントオーバーローが正しくできなければ次には絶対に進まないでください。これが正しくできてるかどうかという目安は何かというと、まずは肩甲骨と肩甲骨の間がものすごくね、ギュッと肩甲骨がお互いつくぐらいまでものすごい締まってるかどうかです。まずこれを締められるようになること。腕の引きではなく、腕は絶対にね、これ見てて、腕が、僕の肘が体を超えないですね。体より上に行ってない。でも僕の肩甲骨は目いっぱい締まってます。目いっぱい肩甲骨の間締まってます。腕を上げなくても肩甲骨の間目いっぱい締まるんですね。まずこれができるようになるということが一つで、もう一つは今の基本ポジションですね。基本ポジション、このポジションなんですけど、これがパッと僕がやってるのでなかなかできない人多いです。まずはこのすね、すねが垂直かどうか、やってる時に膝が出た状態ではない、この状態ではなく、ね、この僕の足が一見曲がってるように見えるから、あ、曲げるんだなと思うかもしれないですけど、曲げるんじゃなくて、むしろこれを引き上げる。ここ引き上げるんです。もも裏を引き上げる。引き上げるけどロックしてないぐらいがようやく垂直で、正しいポジションです。ここ垂直。で、もも裏張りますよ。もも裏張って、当然上半身の重さというのはもも裏支えてるので、もも裏張って辛くてもいいんですよ。ただし、これが、もも裏の柔軟性がない人は、これはできないですよ。だから、筋トレの柔軟性が絶対に必要なんですね。もも裏をここだけこれぐらい引き伸ばされても、このポジションが取れるだけの柔軟性が欲しい。これが硬いとまず大体膝が出ちゃうし、これが硬いと今腰僕このぐらいね、まっすぐか、まあ実際にはちょっと反ってるんですけど反りがありますね。これが硬いと骨盤こうなっちゃいます。大体腰がこうなっちゃう。今のこのポジションもまたね、旗から見た目と自分が実際やってるのはちょっと違います。倒れるというイメージじゃなくて、胸を持ち上げてのデッチ。胸を持ち上げてのデッチですね。お尻とももを後ろに引く。で、胸を持ち上げてる。そうすると、こういう形になってくる。倒れるではないということ。それでいて、このぐらい、水平に近いところまで上半身を倒していく。膝出てないね。これ後ろに引き上げてね。突っ張りあるね。腰に丸くなってないね。反りがある。背中に反りがある。で、頭下向けないで前見たままでいて、このポジションがまず取れるかどうか。これが、座り仕事が多い人は、まずもも裏肩ですね。それから、この腰と背中の反りが作れないですね。だから、まずは、柔軟性、もも裏のストレッチ、それからスーパーマンというね、うつ伏せになって手を伸ばすというのをしっかりやって、脊柱起立が収縮できるような、まあそういう下準備がなければ、まずこの基本のダンベル弁当ボロができないです。基本の前に下準備は当然必要ということですね。それが、今のこのポジションができた上での、肩甲骨肩を寄せる。腕中心ではなく、肩甲骨肩が中心に動いていく。というダンベルベントオーバーロー。このポジション、そしてこの動かし方、腕じゃなく肩甲骨、背中をメインにしていく。ここをきちんとまずやっていく必要があります。
これがうまくできない人の場合、次の2段階目に進むまではもう4週間6週間かかることもあります。全然あります。まずはこれを完璧にしてください。映像で撮りながら今のポジションができているかどうかしっかり目で確認する。自分の目が正しくなかったらまたこれちょっと問題ありますが、自分の目で動画を見ながらきちんと確認する。それから動きがね、腕じゃなくて肩甲骨で締められていることかということですね。まずはこのダンベル弁当ボロが第一段階目、これを完璧にしましょう。それから今のダンベル弁当オーバーローができるようになったら、次に行うのはデッドリフトです。意外にもデッドリフトです。デッドリフトってやっぱ基本なんですよ。ビッグスリーは基本だとか、まあ言われますけど、まあ基本なんですね。背中としても基本です。まあ、デッドリフトはここから起き上がってくる、ここから起き上がってくる。まあデッドリフトやり方いろいろありますが、基本的にはまあ言い方的にはちょっとルーマニアンデッドリフトという方に近くなってくるかもしれない。ただ単にバーを持ち上げる、こうスクワットに近いような、膝も出ていいけどスクワットに近いような上げるだけのデッドリフトではなくて、この腰と背中を使うようなデッドリフトですね。背中背面のためにやるデッドリフトとして、まあ今背中のトレーニングを取り入れてますから、これまずこれもね、基本ポジション、ほらさっきと一緒、さっきと一緒ですね。さっきのポジションが取れなければデッドリフトができないということ。そもそもデッドリフトは重さがね、必ずダンベルより少し重くなってくると思うんですよ。それが重くなってくるのに、この姿勢が、このポジションが取れなければ崩れちゃいません。だからデッドリフトをやるのも、さっきのダンベルベントオーバーローのポジションが絶対に必要だということです。だからあれができてからこれに移るということ。これは当然ね、デッドリフト脊柱起立筋メインになってきますが、この下のポジションの時に、あの背中の上の方、上背部のところもグッとこの重さを抑えてます。これを脱力状態でもギュッと背中をちょっと押さえてる部分があります。まあ、そこを含めて背中と脊柱起立筋を使ってるというデッドリフトなんだけど、これも膝が出ないでのデッドリフト、ももとお尻を後ろに引いて腰と背中のアーチ、反りを作りながらのデッドリフトになっていくということで、ようやく肩甲骨の間だけでなく、もうちょっと背中全体を使うような背中のトレーニング、デッドリフトになってくるというわけです。肩甲骨の真ん中だけでなく、そのもうちょっと広い範囲で、広い範囲の背中でギュッと締めることをやれるようになってほしい。これが第二段階、デッドリフトなんですね。それでこのデッドリフトができるようになったらですよ、デッドリフトが今の形で正しく降りた時にも丸まったりすることなくできるようになったら、重さもいいんですよ。重さは本当に男性で30キロぐらいできればまあいいと思います。30から40できればもうそれで次に進んでいいと思うんですが、要は形なんですね。形がきちんとできるかどうか。でデッドリフトができるようになったら、ようやくここからのバーベルの弁当バロー、これ第3段階目、バーベルの弁当バローですね。まあこれなぜダンベルの弁当バローからバーベルにすぐ移らないかというと、この背中が実際に動く動き、腕も動く動き、そして少しダンベルが重くなってくるをやるのに、まずはこの姿勢が取れてないことには絶対にこれが崩れちゃうんですよ。とりあえず上げることだけ見えなくて、ほら腰が丸くなったり、バーだけ上げちゃうと結構これぐらいあります。こういう感じあります。じゃなくてデッドリフトが正しくできるから、それでようやく維持できる腰があってこそ、腰とね、お腹も使います。腰とお腹を固めることができてこそ、これができると、バーベル弁当バローができるということになってくる。だからデッドリフトでポジションを固めて、これが正しくキープできる腰がありながら、その中で背中、もうちょっと広背筋、大円筋、肩甲骨の間を締めて寄せるというバーベルの弁当ボローになってくる。これもね、腕は肘を超える必要はないです。背中を締めることだけをメインにやっていけばよくて、このポジションをずっと維持していく。もう同じです。1番目から全くポジション同じです。そのポジションでやっていく。だから 1,2,3 と今なってるということ。それから第4段階目というのが、ようやくラットプルダウンです。ここでラットプルダウンですよ。今まで 1,2,3 ってようやくラットプルダウンです。つまり僕が個人指導していく中では、このラットプルダウンに至るまで、もしこの人がね、まだ自宅でしかトレーニングをしてないぐらいとか、全くしてない初心者の人であれば、ラットプルダウンに入るまで多分ね、3ヶ月ぐらいかかってます。運動経験がかなりある、今現在もサッカーやね、バスケットとかなんか野球とかやってるというレベルであれば、まあ2ヶ月か1ヶ月半でいくかもしれないですけれども、ただそうでね、普通の日常的にはそこまで運動しない人であれば、ここまで多分3ヶ月ぐらいは絶対にかかります。もっとかかると思いますよ。なかなかラットプルダウンできないっていうことはまあ結構あります。なぜならあの姿勢が取れないから。で、ラットプルダウンも基本的にあの姿勢とか全てが必要なんですね。
ラットブルダン、まあ、こう引いてきますね。ちなみにこの後ろに引くか前に引くかとかいろいろありますけれども、これね、頭の後ろに引くっていうのはそもそも、まあ、ここのチャンネルのメインのターゲットである 4,50 代 60 代の男の人が腕がこんなに回らないですよ。腕がこっちまで回ってまっすぐな姿勢で頭の後ろに引けるっていうことはほぼないです。ほとんどの人はもうこれ無理です。これをやろうと思うと頭が前行って猫背になってという感じになっちゃうんですね。これ何の運動かも分かんない、こうお腹と胸の運動になっちゃうから。だからこうならないようにするために基本的には前に引いていきます。前に引いていく、前に引くけども当然これバーを引くのではなく背中を寄せですね、背中を寄せる広げるになってくるわけですけど、まあ細かいフォームはね、ちょこちょこ他のところで説明していきますけども、まずはこれをね、この反りをキープしたまま絶対猫背前が沈む感じじゃなくまっすぐでもなくもう一つ反りを作った状態のままでラットプロのやっていかなきゃいけない。これがこの反りキープっていうのがさっきのデッドリフト弁当バローができなければこの反りをキープする収縮ができないんですね。収縮、縦を収縮したままでずっと左右を広げたり締めたりを続けていくということ。単純に引いてるだけじゃなくて縦は縮めるけれども横は伸びたり縮んだりする、この使い分けは難しいわけですね。縦も丸伸ばすっていうわけではないということ。それと今までのベントオーバーロー系ローイング系では体に対して垂直だったのでこの方向に背中を縮めればいいだけだったんですけれども、これはもっと立体的な引き方、立体的な収縮の仕方になってきます。この方向だけなくこっちからも引いてくるから左右にもこっちを広げて左右にも背中を縮めて今度縦にも収縮を入れる、左右と縦と両方必要なんですね。これを縦だと思っている人は縦しか意識してないから降りてきた時に下ろしてきた時にキュッと丸まっちゃう、下ろす時にキュッと丸まっちゃう、縦だからじゃないです、立体的なんですよ。縦もあるし左右もある、この両方をやるのがすごく難しいわけです。最終的に喉元と肩の前をこうやってほらこうやって手を持ったらこうやって開くでしょ、チラッと上見ながらね、チラッと上見てここを縦にも横にも開くような感じにしていかなければいけないわけだ、立体的にね。これがやっぱり縦にも横にも開いていくというのがかなり難しいです。その上で腕を使いすぎない、肩甲骨と広背筋をしっかり上下させていく、肩関節も上下させていく、腕を入れすぎないとかなり複雑になってきます。なので順番的には本当にもう4番目になってくる、結構後になります。まあ懸垂をやるかどうかというのは、ちょっと筋力の問題なのでラットプルダウンでやっぱり自分の体重が何回かはできないとやっぱり懸垂はすごく難しくて、フォームが崩れてしまうので、まあ、懸垂はまた別な感じで考えればいいと思うんですけど、まずは、ラットプルダウンが4段階目になります。そしてようやく5段階目、5段階目は何というとようやくここに来てワンハンドローです。ワンハンドローです。ワンハンドローってみんな誰でもやってんじゃないのと思うかもしれないですけど、もう最後ですよ、最後。これ難しいですよ、正直言うと。両方から動かすのより片方だけ動かすっていうのは何が難しいかというと、大体軸がぶれる、引いていくときに軸自体も全部こうやってひねっていって何をやってるかわからない状態でしたね。これね、全然背中の運動になってないですから、軸をぶらさず右半分だけ、今ダンベル右で持ってますけど右半分だけ縮める伸ばせ、軸は一切動かないようにしていく。その上で背中の筋肉、肩甲骨の間、広背筋だけ収縮して腕をまた使いすぎない、この全てをやっていく。これを両方ではなくて片方でやるのがやっぱりすごく難しいです。軸の回転、こう軸の回転が入っちゃうからね。これに関しては本当にまたラットプルダウンがうまくできるようになった後になってきます。体の中でコントロールすることがすごくややこしくていっぱいあるわけですね。なのでワンハンドローは5番目になります。まあ、今の順序から言うと、その今言ったように体の中でコントロールするべき事柄が多いか少ないかなんですね。ダンベルの弁当ボールは一番少ないです、使う箇所が少ないから。だん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 5段階に向かうに従って自分がコントロールしなければいけないことがいっぱい出てきます。だけどこれを一つ一つ一個一個考えること難しくて、一個同時バチッとひとまとまりの動きとして捉えていかなければいけないですね。これをひとまとまりの動きで軸もぶれず、そして重心も考え、右半分で背中使って腕を使いすぎない、そこら辺りをひとまとまりにしていくというのは結構大変なんですよ。なので背中のトレーニングをしていく、まずは一つ一つが完璧にできるようになってください。背中を十分使っている、収縮も伸びる時も十分背中を使っているという感覚が得られるようになったら次に進みます。絶対に急がないです。
今現在もうすでにそこら辺やってるけれども分からないという人はもう一回1から戻ってください。ちょっと残念ですが1から戻ってください。もうスゴロクで1に戻るみたいな感じですけど、ショックですけれども、そこからやっていかないと、今そこを飛び越してよく分からないのに4や5をやっても多分あまり変わらないです。背中はかっこよくならないです。なのでかっこいい体をきちんとね、かっこいい背中をきちんと作りたいと思ったら、1から順番にきちんとマスターしていってください。これ重要です。まあそういった感じで、背中を鍛える順序きちんと考えながらやっていきましょう。パーソナルトレーナーゆうじでした。 Go! Go!